こんにちは、コミーです。今日はこちら、前身頃を編み終えまして、肩のところをくっつけてあります。これは内側からかぎ針を使って引き抜き剥ぎっていうのかな。ちょっと名前わかんないですけど、そういう感じでくっつけた感じです。はい。で、これが表側になっていて、この裾の前身頃の裾からかぎ針で縁編みをしています。ちょっとこれ伸びるからどうしようかなと思って、ちょっと考えてみたんですけど、まあダメならちょっとほどくかもしれないんですが、かぎ針で、なんとなく、一目ずつっていう、一目ずつ適当なんだけど、細編み鎖という方眼の編み方にしてみました。でそうすることで、こう少し伸びても大丈夫なんじゃないかなっていう、そういう考えでやってみたんですけど、まあ、かぎ編みなら、その、編んでみた後、ちょっと突っ張っちゃうねとか、あまり良くないねってことなら、まあ、ほどきやすいですね。棒編みより。まあ、なので、とりあえずやってみようということで、やってみています。これ、縁編みする前に、羽織ってみました。まあ、きっちりとしたものじゃないジレなので、本当に羽織る程度だから、きっちりとしたウェアっぽくしなくても、まあ大丈夫なんじゃないかっていう、もう最初からそういう感じで作ってるので、あ、上等って感じでした。羽織ってみた感じ。で、この前立て部分っていうのかな、もう少し編んだ方がいいと思ってたんですよ。ここ。だけど、ジレとして着るんだったら、ここ、前身頃がそんなに長くなくても平気ですよね。あ、平気ですよねっていうのは、私的には、ここはあまり長くなくてもいいかなって思っているので、まあ、それなら、このかぎ針で、一段っていうんでしょうかね。一回り。編むだけでいいかなっていうふうに思い、もうこれでいいやと思ってます。あとはだからこの編み地の伸びについていければっていうことですね。で、やっぱり編み地の方が絶対に伸びると思うから、逆にこの縁編みで伸びすぎ防止みたいな、そんな役割もあるかなとも思ってるんですよ。だからね、そのバランスかな。伸びる編み地と、ちょっとこの縁編みが、伸び防止的な。といってもね、後ろ身頃とかはもう伸びちゃうし、伸びるは伸びるんだけど、つれちゃってるとか、なんか、かっこ悪くなければ、いいかなーっていう、その程度です。で、この、一周編み終わった後、で、袖口もね、これならもしかしてやってもいいかなと思ってるんですよね。袖口何にもしなくてもいいかなとも思ってたんです、最初は。だけどね、ガタスカの端っこっていうことで、まあ綺麗ではないんですよ。袖口のところも。だから、この編み方で良ければ、
編んだ方が綺麗だと思うんです。見た目がね、まあそんなに見えないとは思うけど、編み地も結構伸びるから、その糸はねまだ全然余りそうなので、裾をこう編み伸ばしていく予定なんですけど、今ショートといってもお尻は隠れないけれど、お尻ぐらいはある感じなんですね、今の長さで。あんまり伸ばしすぎちゃうと逆にビロビローンって伸びちゃったら嫌だなみたいな、そんなこともちょっと考えられるような感じ。伸びやすいというところがウェアにするのにちょっとネックになる感じもありますね。伸びない方法をちょっと考えられるといいのかもしれないけど、だから伸びるというのを見越してこう少し短めに作っておくとかね。でもそうすると何年も着れない感じでしょうね。少し着たらビロビローンってなっちゃうみたいな。ちょっとこれじゃ飲み物いきます。今日の蓋付きマグカップ、はい、ほうじ茶ラテです。とりあえずできました。できましたっていうのは縁編みが、前の縁編みが、このここがね短いってさっきそういう話でこういう感じになってるんですよ。袖口がね、こうすると今こう縁編みしただけだとちょっとビロビロンって鎖が入っているから、今縁編みした分がちょっと長い感じがあると思うんですよ。なんだけど多分着たらこれぐらいでいいのではないかという感じですね。ちょっと良くなったと思うんだけどな、編みっぱなしよりはね。もしいいならね、このまま裾も縁編みしちゃってもいいかなと思うんだけど、ちょっと長さがな、どうしよう。とりあえずいいや、これは切って袖の縁編みをしよう。袖も結構ビロビロなので同じようにやって大丈夫なのかな。いう具合、ちょっと同じようにやってみようかな。あんまりここは緩くしちゃうとダメなのかな。でも伸びるから、まあ適度に。とりあえず袖口の縁編みもできました。さて今羽織ってみました。座った状態で羽織っているんだけれども、お尻にかかっているんですよ。お尻にがっつり、お尻ががっつり隠れるってほどたっぷりな長さではないんだけれども、この状態でちょっと測ってみようか。ここから
46っていう感じで伸びてない状態なんだけど、切ればこれビローンってなるんですよね。だからあんまり足してもな。足してもなーって気がします。だからこれこのまま、ちょっとこれ裾がこういう状態だから、これ同じように縁編みをしようかな。そしたらもう完成です。ちょっと糸余ってしまうから、まあ、ちょっと違うことに使えればいいかなというところで。下手に、これ長くすると、伸び伸びになっちゃいそうな気がするから、ちょっと短めでやっといた方がいい気がする。ということで、そうします。この裾もね、もちろんだけど、伸びる。同じように鎖細編みで、であんまり引っ張らないように、つってもな、一本でやったらダメだから、すごいな、これこの糸がかなり前の糸でね、ちょっとすごい完成しちゃいます。終わりました。ちょっと糸始末まだね、してないですけど、ちょっと着てみます。ちょっとパーカーの上なんですけど、こういう長さ、まあこのくらいで私的にはいいかなっていう。でこういう風にちょっとベロベロって感じになってるんですけど、これ着ている間に伸びるなっていう感じはありますね。で三つ通ししたらどうかなっていうのと、まあこんなもんですよね。なんかすごくここが私は短すぎるかなと思ったんです。もうちょっとここを編み足して長くした方がいいのかなと思ったんだけど、まあジレだからこんなもんでいいですよね。ちょっと羽織るみたいな感じでいいと思います。完成。ありがとうございました。これはすごく長年の糸でございまして、まだ中結構スカスカですけど、結構余っているので、またこれはこれで使いたいと思いますが、とりあえず完成しました。はい。よかった。めでたしめでたしです。ありがとうございました。本日の手芸というコーナーは毎日19時45分から動画の公開しております。毎日の手を動かす時間に一人喋りをプラスして動画にしています。毎日の動画を楽しみにしていただける方はチャンネル登録お願いいたします。本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。今日の動画良かったわよっていう方はチャンネル登録お願いいたします。違った、高評価お願いいたします。インスタグラム、ツイッターもやっております。よろしければフォローお願いいたします。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。